まあその攻撃とかの部分やったら、まあ、僕だけじゃないですけど、前期の立命戦にあった、まあ俺から妖精に裏ポン出して妖精折り返して剣を決めたみたいな、それ全部ワンタッチ決めたですね。まあああいう形でずっと練習してますし、やっぱそういうのが一番出た試合はあの立命かなって。まああの時個人的にも2点取れたんで、まあその攻撃の部分は結構あの良かったと思います。